絆ですね。これは募集馬はいないんですが、ぜひ今年の新種馬の目玉というところで、見てほしいなというところですね。250万円の種付け量の設定で、まあこれは高いという方もいれば安いという方もいるような絶妙な値段かなと思っていたんですが、非常に人気でですね、250頭ほど交配、済ませております。で、250頭も初年度から、交配すると、実際には体ががれたりとかですね、ちょっとこう毛づやが落ちてきたりするところではあるんですが、絆は全くそういうところがなくて、ずっとなんていうんですかね、夏バカのような毛づやの良さで、ずっと代謝もよく、コンディションを維持してきております。ちょっとお尻の部分だけ、まあ疲労もあってちょっと毛が剥げてきたりとか、これは人気種牡馬の宿命なんですけど、普通大体150頭とか超えてくるような馬は毛が剥げてきたりするんですけど、そんな中でも初年度でいきなり慣れない仕事をしている中でも、これだけの、まあ仕事をしてちょっとのダメージで済んだっていうのは、本当にこの馬のすごいところだなと思っております。まあディープインパクトと比べると、ちょっとこう、まあ、ちょっとじゃないですね、だいぶ雄大に作ってあります。全然ディープインパクトらしくないとまでは言わないですけど、体のバランスだけ見てると非常に立派な馬です。ただ動いてみるとですね、非常にディープインパクトらしいすがるさというか、膝から下のこう柔軟性、まあ、腰とか肩の可動域の広さなんかはやっぱりディープインパクトらしいところであります。ただディープインパクトに比べると、もっとこう柔らかさが強いというか、こうしなりが大きいタイプだと思うんで、なのでスイングとしてはこう大きいスイングで走るような馬なので、なんかディープインパクトほどスパッとは切れないかもしれないですけど、すごい長い足をずっと使えるっていうような、まあ、ダービーを勝った時もそうですよね。最高峰から一気に先頭に立つというよりは、まあ、走って走ってもう大なたを振るって差し切るっていうようなタイプでしたから、まあ、そういう産駒が出てくるかなと思います。ただ配合によってはもっとこうギュッと体を詰めたりとか、まあ、例えばキングカメハメハの頻波とかと交配すると、もっとこう体が詰まってもっと細かい足を使えるようになったりとか、もっと伸ばそうと思えば伸ばせると思いますし、このあたりは、ディープインパクト、よりも配合の幅は逆に言うと広いかもしれないですね。もうディープインパクトのその産駒にあるちょっと小柄すぎるとか、そういったマイナスが多分ないと思うので、普通に純粋に、その後の生まれる適性を考えて配合していけるっていうのは非常にこの馬の強みかなと思います。ですので、子供は多分こういう真っ黒でかっこいい子供がいっぱい出ると思うので、また皆さんの募集馬選定は悩ませると思うんですけど、ぜひよろしくお願いします。絆でございます。まあ、まだ今お腹に入ってるのが最初の世代なんで、それが来年生まれてその次の年ですから、あと2年ぐらいまだ募集馬出てくるまで。